ススペは北マリアナ諸島のサイパン島南西部にある地区で北マリアナ諸島自治連邦区の首都。2010年現在人口は2083人。ススペは日本による委任統治の根拠地の一つでサトウキビやコーヒーなど農産物の集産地であると共に南洋軍統有数の貿易港として発達した。戦前は南京神社、カトリック制度、 政党工場などがあったが、その多くがサイパン戦で破壊された。戦後、北マリアーナ諸島の首都として現代的な街に整備された。中心部には政府機関の建物集まるシビックセンターや公園、リゾートホテルなどがあり、食品加工や繊維などの工業も行われている。ススペコサイパン唯一の淡水湖である、ススペコがある。ススペコ周辺は、 有水が出ていて湿地帯になっており17の小さな池が点在している。自然が残されていることからマリアナ諸島固有種の鳥も湖周辺に生息している。サイパン国際空港から北西に約3キロメートルサイパンを縦断するビーチロードに接している。公共交通機関はないが観光客向けのシャトルバスが ホテル館や繁華街のガラパンとを連絡している。カノアリゾートサイパンサイパンワールドリゾート一般的に北マリアーナ諸島の首都とされており、司法府や一部の行政機関が置かれているが、政府本庁や知事官邸、議会などの首都機能のほとんどは実質的な首都とみなされているキャピトルヒルにある。これらのホテルでは日本からの観光客が多いため、日本人のゲストリレーションキャストが常駐している。 1980年に日本の清水建設によって建設されたオフィスビル。政府関係のオフィスとしても使用され入国管理局等が入る。最上階には展望回店レストランリボルビングレストラン360があり、360度の絶景を見渡しながら高級料理を楽しめる。サイパンで最大規模のショッピングセンター。観光客の利用も多く、 見上げ物なども並んでいる。毎週土曜日の朝にワールドリゾートホテル横の広場で開催されている朝市。取れたての野菜や果物、BBQ、地元の菓子などが並んでいる。マウントカーメル大聖堂マウントカーメル大聖堂はサイパン最大のカトリック教会であり、スペイン統治時代に建立された。太平洋戦争後、無残に破壊された国家再建の願いを込め、 1949年に再建された。1984年には、ローマ教皇の命を受け、北マリアーナ諸島のカトリック教会を統括する大聖堂に格上げされた。日本統治時代には、統治に佐藤キビの豊作を祈願する南京神社が鎮座していた。現在、神社跡とは墓地になっているが、カトリック神徒の墓石や十字架が並ぶ中、 当時の灯籠や鳥居が残されている、キリリビーチ、ありがとうございます。